ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は今年春の発売となります富士通の最新のタブレット、そちらが発表されましたのでご紹介したいと思います。タブレットと言いましても、Android タブレットではなく Windows を搭載のいわゆる 2-in-1 PC となっています。製品名としましては FNV Look という製品で、おそらくこれは過去と言いましてもかなり前、コンパクトな携帯端末、そちらの名称を引き継いだ形となっています。外観としましてはこんな感じで、マイクロソフトのサービスのような感じで、2-in-1 タイプとなっていて、キーボードを取り付けて、クラムシェル PC のような感じで使うこともできれば、タブレットスタイルでペンを使った手書きでイラストを描いたりという作業も快適に行える仕様となります。では、まずはこの製品、スペックはどうなのかご紹介したいと思います。スペックに関しましては、いくつか仕様がありますが、まずは CPU の違い。どちらも第12世代の CPU となりますが、Core i7 を搭載しているか、Core i5 を搭載するか。そして、通信につきましても、5G に対応しているか、それとも Wi-Fi 専用モデルにするか、という違いがあります。2-in-1PC、マイクロソフトのサーフィスシリーズもそうですが、なかなかモバイル通信に対応したモデルというのは国内では少なかったのですが、このモデルはちゃんと 5G 対応モデルも用意されていて、特に今後 2-in-1PC だったりパソコン関係はビジネスで使われることがどちらかというと多くなってきますので、そういったところも意識した製品となっています。今回は Core i7 搭載モデルのスペックを中心にご紹介していきたいと思います。CPU につきましては Core i7-1250U となります。薄型端末向けの第12世代の CPU としましては、これよりもスペックの大きな型番の最後に P のつくモデル、それから薄型端末には搭載できませんがゲーミング用の H のつくモデルというのはありますが、この製品はモバイル用のだいたいミドルレンジぐらいの位置づけの製品となります。とはいえ、現在販売されているモバイル PC の中では、ダントツにスペックの高い CPU となりますので、1世代、2世代前のモバイル PC を搭載したノート PC などをお使いの方が買い替えても、そのパフォーマンスは体感できるほどアップしています。メモリー周りで言いますと、こちら、標準 16GB、最大 16GB ということで、要は薄型端末ですので、メモリスロットにメモリが刺されているわけではなく、基板直付けになっていますので、メモリは後から増量することはできませんが、標準で Core i7 搭載モデルは 16GB のメモリを搭載しています。ディスプレイにつきましては、有機 EL ディスプレイとなります。サイズは 13.3 インチ、解像度は 1920×1080 ドットとなります。写真編集だったり、あるいはイラストなどを描かれる方の場合は、できればもっと解像度高い方がいいかと思いますが、やはりモバイル PC ということもありますので、バッテリーの持ち、そういったところを考慮して、解像度はフル HD までとなっています。あと、ストレージに関しましては、この Wi-Fi の Core i7 搭載モデルは、512GB の SSD となっていますが、5G 対応モデルになりますと、実はもっと容量の大きなストレージを選択することができ、MAX で 1TB も選択することが可能です。重さにつきましては、こちら、599g。5G モデルになりますと少し増え、645g となりますが、いずれにしろ、600g 程度となります。ただし、タブレットを本体で携帯するというよりは、やはりスタンドをつけているということが多いかと思いますので、スタンド込みの重さで言いますと、800g 弱と考えていいかと思います。実は、2-in-1PC は、意外とクラムシェル型の PC と比べ、重さが重たかったりするんですが、この製品は、珍しく、2-in-1PC ではありますが、とても軽量なモデルとなっています。本体のサイズもコンパクトで、横幅が 307mm、縦が 190mm、
厚さが 7.2 ミリとなっています。その他の仕様としましては、キーボードにつきましては外付けのカバーとしても使えるキーボードを取り付けることができるほか、ペンにつきましてもアクティブスタイル、要は筆圧などもきちんと感知するタイプのアクティブスタイラスペンを対応となりますので、こちらモデルによっては付属しないモデルもありますが、 5G モデルを購入しますと最初から全てが付属します。モバイル関係につきましては 5G、4G、LTE だったり 3G に対応となります。 Wi-Fi につきましては Wi-Fi6802.11AX 対応となりますので、 Wi-Fi でもモバイル通信でも高速に通信を行うことができます。Bluetooth はバージョン 5.1 に対応となります。気になる連続駆動時間ですが、12.0 時間というのが連続駆動時間になります。ですので、ね、大容量のバッテリーを搭載したレッツノートの場合、もっと持ちますので、それで比べますと駆動時間短いように感じるかと思いますが、あくまでこの製品は携帯性、軽さを重視したモデルともなりますので、このぐらいあれば十分と思います。なお、このバッテリー駆動時間の目安としましては、だいたいこういったスペック表で謳われている値の半分ぐらいは確実に持つと考えた方がいいです。ですので、このマックスの12時間、どんなに気を使って使っても12時間持つことはありませんが、普通の使い方ならばこの半分、6時間は問題なく持つと考えればいいですので、例えば昼間、家で充電にしておき、外出中に使うという程度であれば、十分使えるモデルとなっています。さすがに、電源が取れない場所で一日中動かし続けるということは少ないかと思いますので、このぐらいならば実用的な容量とも言えます。本体の外観としましてはこんな感じ。このように背面にスタンドをつけますと、本体を立てることもでき、キーボードをくっつけますと普通のノート PC のような感覚で使うこともできます。キーボードも富士通のキーボードですので、キー配列も癖がなく使いやすい配列となっています。意外とこういった追安 PC 便利なのは、背面側にカメラがついているというところで、カメラで写真を撮るのはもちろんのこと、 QR コードの読み取りなども行うことができますので、そういった用途でもやはりこのカメラがついたモデルというのは使いやすいかと思います。本体のインターフェース周りとしてはこんな感じ。まず前面には顔認証用のセンサーが搭載されています。あとは SIM カードスロット、こちらは対応しているモデルによって異なりますが、対応モデルは 5G の通信を行うことができます。 SIM スロットにつきましては対応 SIM はナノ SIM となります。あと USB 周りにつきましては基本的に Type-C 端子になります。こちらが今写している写真で言いますと、下側に維持するところ、こちらに Type-C 端子が並んでいます。Type-C は Thunderbolt 4 の USB に対応していたり、USB 3.2 対応となります。ただし、この Thunderbolt 4 の方の Type-C 端子は充電用に使いますので、基本的には充電中使える USB 端子は1つまでということになります。あとは強制終了スイッチというのはここについているようです。こういったスイッチついているモデルは珍しいので、やはりこの辺も何か誤動作した場合、強制的に終了できるように、特にビジネスで使われることも多いかと思いますので、すぐに強制終了してまた復帰できるような仕組みかと思われます。あとキーボード接続コネクタもこちら側についています。要はこのキーボード、バッテリーを内蔵しないサーフェスタイプのキーボードになりますので、本体側から電源を供給して使うというタイプになります。いちいちペアリングも必要なく、使いやすいという点ではこの方が優れています。背面側につきましてはこんな感じでカメラがある程度になります。あと内蔵スピーカーにつきましてもいくつか搭載されていますので、動画視聴に使ったり、音楽を聴くこともできますが、あまりスピーカーとしての性能はそこまで
エンターテインメントを楽しむためのものというよりは、ああ、パソコンを普通に使う、ビジネスで使う、例えばテレビ会議をするという程度の使い方を想定していますので、映画を見たり、音楽を聴いたりという方は少しこの製品は向いていないと言えます。ということで、いかがだったでしょうか。こういった追番 PC で、ちゃんとしたスペックを搭載したモデルと言いますと、これまではマイクロソフトのサーフィスぐらいしか選択肢がありませんでしたが、サーフィスはとにかく価格が高く、場合によると Core i7 搭載モデルは30万円近くしてしまうということで、なかなか手が出しづらかったところはあるかと思います。一方でこのモデル、Core i7 を搭載したモデル、5G は非対応のモデルになりますが、そちらのモデルであれば、店頭価格はだいたい21万円程度という価格になりますので、サーフェスと比べても買いやすいモデルとなっています。発売日は6月を予定していて、もうしばらく先にはなってしまいますが、現在の半導不足の状況などからどうしてもその時期にずれ込んでしまったとのことです。あれですよね、何か新学期あるいは大学に進学するなど、パソコンが必要になってくるから購入したいと思っている方、少し発売時期が6月になってしまい、4月に間に合わないというところがありますので、そういう方の場合はもう仕方ないので他のモデルを買ってしまうというのもありかと思いますが、今何かパソコンを持っていて、まだしばらく待つことができるというならば、6月に発売されるこのモデル、購入する価値はあるのではないかと思います。とにかく第12世代の CPU になったことで、薄型でも処理性能が高いため、自宅に持ち帰ってメインマシンにして使うこともできれば、当然モバイル用のハイスペックな PC としても使うことができますので、様々な用途で使える 2-in-1 PC として、今回のモデル、選択肢として十分ありなモデルと言えます。なお、現在、ちょうど春商戦に向けて各社から様々なノート PC、タブレットなどが発表されていますので、またこれ以外にも新製品の発表がありましたら改めて別の動画でご紹介したいと思います。なお動画の概要欄にはもっと低価格なコンパクトで携帯性も優れたモデル、そういったモデルの販売ページを動画の概要欄の方に貼っておきます。そちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。